観光業界を支援しようと鳥取県で始まっているスペシャルウェルカニキャンペーン。鳥取県に隣接する広島、岡山、兵庫の県民を対象とした宿泊割引キャンペーンで、今月15日から広島県民が、そして今日から岡山県民も対象となりました。今日から岡山県民も対象となったんですが、予約状況から察するにまだ認知度は低いようです。まだお客様の認知度が少ないみたいで、こちらの方からご説明をさせていただいて、接種証明書だったりとか陰性証明書をお持ちいただくようお願いはしております。適用にはワクチン接種証明書や PCR 検査の陰性証明書をフロントで提示する必要がある今回のキャンペーン。この旅館では広島県と岡山県からの予約が3割ほどを占めるため、少し手間が増えている一方、問い合わせも徐々に増え始めていて、期待も高まっています。マーケットが岡山広島はやっぱり大きいですので、ぜひお越しいただくよう私どもは大変期待をしております。こうした中、鳥取県は今日から無料の PCR 検査を始め、平井知事が検査場所の一つ、鳥取市内のアイプラス薬局吉成店を視察しました。無料の PCR 検査はコロナ禍からの立て直しを図る観光キャンペーンなどに、ワクチン・検査パッケージによる証明が必要となる中で、基礎疾患や副反応の懸念などからワクチン接種を受けられない人のために鳥取県が用意しました。薬局には PCR などの検査キットが備え付けられ、検査を受ける人はその場で唾液などの検体を採取して、抗原定性検査ならその日に、 PCR 検査なら数日で結果が分かります。いろんなご事情の方、無料での検査ご利用いただけるようになりましたので、ご活用いただきたいと思います。これによりまして経済社会活動と両立を図ることがやれるようになると思います。こういった形で広く町のインフラとしてお役に立てることは非常に喜ばしいことだと思っております。無料 PCR 検査の場所は町中の薬局を中心に県内に23カ所設けられ、県はさらに増やすことも検討しています。期間は当面来年3月末までです。ここで色が、はい、観光の方が陽性と1個での陰性と。